チクシー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 、え、お前そんなん流れてんの？違う、もう一回そうだったね。君がテンポ探す合ってますよ、タクシーですよ国を愛しすぎということで今回は、まあ、間違えた、名乗るの忘れたわもう困っちゃうよ怖いねー。どうもナースプライテンタジェとアリヒトとワダネシマトジョギオオちゃんだよ。なっちゃってるし。いいですね、逆。逆いいですよ、ね。俺逆シリーズめっちゃ好きっすよ。うん、続けてってください。ということで今回はタクシーに関する都市伝説をやっていきたいと思います。はい、ご利用なさいます？なかなか最近ちょいちょいね。そうだよね。かっこいいよな。ちょっといるような街に。満金で降りてくるやつが大体なんかその白いジャージ着ててサングラスかけてるそうかあとクラッチバッグ持ちがち、あそう、釘のオフじゃないんですまあタクシー使う人もいると思うんですけれども、タクシーに関するいろいろな都市伝説があるんですね。まずですよ、タクシーの運転手が必ず聞きます、忘れ物がないですかと。あ、絶対聞くよね。絶対聞きますよね。その質問をする本当の理由、そうなの。でこれはまあ会社内で徹底的に教育されている、まあ、いらっしゃいませみたいな、はい、ありがとうございました、はい、みたいなフレーズなんだろうと思われがちなんですが、この都市伝説では違うお話が存在します。まあ、そもそも物語なんですよ。あるタクシー運転手が新宿でこわもてのお兄さんを乗せ、その男を目的地に届けた後、そのタクシー運転手は男が携帯電話を忘れていったことに気がついた。それも2つ電話2個。運転手は仕方なく携帯を2つ預かっていることを会社に伝え、業務に戻ることに。するとしばらくして忘れ物である1つの携帯に着信が、うん、あ、きっと忘れたことに気づいて電話してきたんだと思った運転手は電話に出ることに、うん、すると電話の向こうでは女性の声が、実は旦那が携帯を忘れたらしく届けてほしいと聞こえてきました。そこで運転手はその携帯電話を届けに行くことにしました。優しいね、うん、そして電話で伝えられた家に携帯を届けに行ったところ、その女性は携帯を一つしか受け取らず、旦那さんはもう一つ携帯を忘れていますよと伝えても、それは知りませんと受け取りを拒否しました。仕方なく二つのうちの一つだけ携帯を渡して、もう一つの携帯は預かっておくことに。するとしばらくしてその携帯にも着信が。男が携帯に出ると電話をしてきたのは携帯を忘れていた男からでした。そして電話口で男は、さっき携帯を忘れたから持ってきてくれと。運転手は男に携帯を届けに行き、そこで残ってる携帯を一つ渡します。すると男は、もう一つ忘れてたやろ、もう一つはと聞いてきます。そこで運転手は、もう一つは奥さんに渡しましたよと伝えたところ、男の口から思わぬことが、奥さん、いや俺は独身やけど。続けて男は、あの携帯は仕事用でこれから3000万の取引がある、どうしてくれるんやと切れたそうです。そう、タクシーの運転手ははめられたのです。しかし法律上タクシーの運転手に過失があります。身元も確認せずに忘れ物の携帯を女性に渡したわけですから、すごい。結局タクシーの会社が1000万円の示談金を支払い、このことを納めたそうです。ということで、うわ、グルだったんですね。じゃあ、あえて忘れたのか。じゃあもうリバースカードオープン的な感じ。そう、やばマジカルシルクハットよく出てきたやばくないこれ、うん、え、じゃあヤクザですか。いや、決めつけはよくない、うん、あ、ヤクザの皆さん決めつけました。ヤクザの皆さん見てないよ。いや、見てる見てる。いや、ヤクザ支持率 98% なわけねえだろうち、マジで、ね、疑われてくる。見るとね、そう、ヤクザっていう刑事だけ男性 2% 女性 4% ヤクザ 96% やべえだだから気をつけた方がいいです。まあこれは運転手側が気をつけることですね。だから聞いてくるみたいです。次のお話、タクシーが絶対に通れない足立区のトンネル、その恐るべき理由とは。タクシー運転手といえばいろんな道を知っている、その道のプロも多い。当然いろんな道を知り、近道や裏道も多々知っている。しかしそんなタクシー運転手でも絶対に通らないトンネルがあるというのだ。それが東京都内足立区にあるトンネル。その表向きの理由はトンネル内の高さ。タクシー上部には一般の車にない、ああ
ピーポーくんがあります。空車であったり乗車中であることを知らせるこのピーポーくんが、トンネル内の高さに合わず当たってしまう。それが表向きの理由である。しかし実際にはそれが理由ではないというのだ。というのもその理由であればピーポーくんの高さを調整すれば問題がない。ではなぜそのトンネルを通らないのか。その理由がタクシーにまつわる不可解な事件が原因なのだとか。過去そのトンネルを利用したタクシーは客からの相次ぐクレームやトンネル内での強盗事件などが相次いだそう。そして極めつけはタクシーの失踪事件。これはニュースにならなかったのだが、そのトンネルを利用したタクシーが行方不明になりそのまま見つからないというのだ。そういった事件もあり、タクシー業界ではそのトンネルを使わないようにしようという話が上がったらしい。そして意図的にピーポー君を下げないことで、そういった経緯を知らない客にもそのトンネルを利用しないようにさせる意識があるのだそうだ。だからこれ多分霊的な話じゃないよね。そのトンネルを通ると待ち伏せしてる奴らがいてとか、まあそんな霊的な場合もあるよ。やっぱその相次ぐクレームとかさ。でも強盗だよ。そう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 、やっぱ足立でしょ。だって、うん、同情するなら金をくれとかさ、やっぱりあるからさ。いやそれユミの方やな。小せえ。甘い甘い、うん、足立じゃ甘い、足立じゃ甘い。甘い。うまいですよ。あとねハンバーグごちそうします。ビブラスラップスだ。ハンバーグ。A さんは某タクシー会社のベテランタクシー運転手で、もう運転歴は35年になるそうです。そんな A さんは毎日毎日朝から夜まで運転の日々を送っていました。そんなある日のこと、運転手仲間と休憩所でくだらない話をしていました。仲間がふと言うのです。俺な、最近変なんだよ。雨の日に必ずと言っていいほど見るんだよ。しかも決まってあの場所で。何のことを言っているのか全く分からず、じっと話を聞いていました。雨の日にある坂の曲がり角、カーブのところで毎回女の人を拾うんだよ。決まってその人。ある家の前まで送ってくださいって言うんだよ。でもね、その家の前まで送ってお客さん着きましたよと伝え、後ろを見ると誰も乗っていないんだよ。後部座席のシートだけがびしょ濡れなんだよと奇妙な話をしてくれました。半信半疑でその奇妙な話を聞いてまた仕事に戻った。ある雨の日の夜、今日もお客さんが少なかったな、なんてことを考えながら車を仕事場の車庫まで返しに行こうと、ふと気づけば仲間が行っていたある坂まで来ていた。一瞬背筋が続々となり、絶対嘘の話だなんて自分に言い聞かせながら曲がり角をカーブまで近づいていった。その時まさかの出来事が起きたのだ。仲間が言っていたように曲がり角カーブのところに女性が立っているのではありませんか。そのまま通り過ぎようかと思ったけれど、お客様だったらいけないし一旦止まった。ドアを開け、お客様乗車されますか、送りましょうか。女性はお願いしますとだけ答え、タクシーに乗り込んだ。一見普通の女性だが、やたら青白く透き通るような白さで、こんな雨の中傘もささずに立っていたのでびしょ濡れだった。お客様そういえばどちらまで送ったらよろしいでしょうかと聞くと、仲間が言っていたようにある家の前と言うのではないか。もう背筋が凍るように冷たくなり、鳥肌だったが仕方ない、わかりましたと言って車を進めた。もう逃げたかったが、女性をその家の前まで送っていった。お客様着きましたよと言いながらそっとミラーを見ると、後部座席には女性はおらず、シートだけがびしょ濡れでした。仲間に伝えると、お前もやっぱり体験したか、あの人な、実は10年前にちょうど雨の日、あの坂の曲がり角カーブで車にはねられて帰らぬ人になったみたいだ。結婚が決まり報告をしに行く予定だった家が、その女性が目的地としている家で、まあ、思わぬ事故で亡くなった女性が今でも雨の日にそのカーブに立っているというお話でございます。やば、成仏しきれてないってことか。そうね、でも引っかかったんですけど、普通よ、お前ら例だと思って、はい、結婚報告しに行くやろ、うん、行きたいと思って待ってたカーブのところでバーン跳ねられて亡くなったわけやろ、うん、でまあタクシーを待ってたわけやん。普通さ、その家の前に出れんの、死んだとこでしか。そうよ、やっぱそっからなのかな。それは決まってる、コンティニューってそうでしょ。あー、セーブポイントがあるから、うん、そこからでしょ。セーブポイントけど、ゲームオーバーやけどな。けど冷静に思うんですよね、そういう霊系って。なんかその、なんでタクシー運転手を相手にするんですか。わかる、好きな人には普通出るのって。いや、だからタクシーに向かおうとしてたのか。そうだよ、向かおう、いや、歩いて向かおうとしてたかもしれんけど。じゃあ雨の日だからでしょ。じゃあ雨の日にタクシーに乗ろうと思って傘もささず待ってたってことになるよ。傘は持ってこれないよ、例外からは。一緒にたとえ傘が死んだとしても、傘は生きてる、命ないから。
え、なんでそんな詳しいんですか。実家もしかして霊媒師とか。お前のお母さんの義母愛子か。誰やそれ。知らない。義母。義母。義母。言えてる。言えてる。お前三の兄弟。実家和菓子屋。いや、本当の実家やけど、バナナのお前。もしよ、そリアルなまま生きてるその俺たちのまんまの状態でよ、はい、その思考を残したまま霊になるとしたらどこに出るか、どういう条件で、そうそうそう、どう出るか、どこに出るのか、雨の日のカーブにその人が出たの、そうそうそう、そう選んだわけじゃないですか。俺だったらショッピングモール、イオンですか。うん、ウィンドショッピングした。まあ買えないけどね。あと物はだって霊界に持っていけないんでしょ。持っていけないし、霊界からも持っていけないんだけど、見てるだけでいいんだ、楽しみたいよ。王がしたいんだ、うん、それぞれの人生を王が、もうのブラックボックス知る、それは効果ということでね。いや、コアプライドの頭のドラムさ、テケ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 、で僕はこれ多分他の例でもよく出現されてます。ラブホテルです。ラブホテルの例の目撃情報マジで多くない？ラブホテルのみたいな頭してますから、やめろお前。ネオンの誰が証明やん。結局一番一般的なセックスが見れるのってラブホだから。確かに確かに、どんな AV よりも、うん、そう、リアルだよ、マジなんだもん。確かに。でもラブホテルのコンドームにはよくいたずらで穴が開けられてることがあります。皆さん使わないようにしましょうね。これも霊がやってるのかもしれませんね。確かに確かに。多分だけど、なんでコンドームに穴開いてるか、それもし霊だとしたら、ね、自分が妊娠するわけじゃん、コンドームの穴開いてたら、その人の魂がここに宿りやすいんだよ。あ、そっちじゃないじゃん。うわ、違う違う、俺はさ、何やねん。俺はさ、なんかはらませられちゃって、あ、そうそう、誰にも言えなくて自殺した霊かなとか思ったけど、お前そっちかよ。いや、でもすごいな、それそれすごいな。だから達也くん前言ってたじゃん、空で待ってるって。ああ、そうだよ、子供は順番待ちしてる。もうすでにここで待ってるのよ、妊娠する瞬間を。で、いち早くそこに入るんだ。え、入り方悪質ちゃう？穴開けて子供になる？ルールなんかない、戦い。荒野行動の CM、 お前これタイアップもらってるでしょ。最近ね、そのネタ帳がなんか作り始めた。いやいや、調子いいんです最近。自分のポテンシャルみたいに言うなろ。タイガ、なんかありますか。いや、俺はやっぱりずっと許せないことがあって、子供の頃からチョコバナナ売ってるじゃん、お祭りで。はいはいはい。あれなんかじゃんけんで勝ったら2本とかじゃん。で、あれで俺は子供がね、負けた瞬間にだけ笑っている。悔しくない？じゃんけんってさ、大の大人が満勤で小学校の子とさ、じゃんけんしてさ、勝ったら2個って。だから負けた瞬間もういるからここに。俺こうやってちょっと上下すんなよ。浮いてるんか分からんけど。そのチョコバナナ2本ってどういうことよ。くないお前。やあれあれ、勝ったら2本。え、けどさ、1本の値段で売ってて、うん、勝ったら2本くれるわけでしょ。うん、まあめっちゃ大衆優しいじゃん。いや、しかもだってじゃんけんっていうめちゃくちゃ公平なさ、くじだったら分かるよ、けどじゃんけんだから。今論破されてますけど、それでもあなたはチョコバナナの前に出ますか。出ない。リンゴ飴のところに。これねえなお前。また見つけば溢れて、もう数え切れなくなって。